それではお時間となりましたので、ただいまよりプラスチック資源循環法における事業者に求められる取り組み、事業者のためのオンラインセミナーを開会いたします。皆様、本日はご参加いただき誠にありがとうございます。本日の司会振興を務めます北九州市環境局循環社会推進課の西岡です。よろしくお願いいたします。本セミナーは、 本年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に対する事業者の皆様の認識を深めていただくために開催させていただくものです基調講演と本市取り組み説明につきまして発表後に質疑応答のお時間を設けておりますご質問のある方は Zoom の Q&A 機能を使用し質問事項の入力をお願いいたします 講演中にもご入力いただけますので、この機会にぜひご質問をお待ちしております。なお、お時間の都合上、すべての質問には回答できない場合がありますので、ご了承ください。それではじめに、開会にあたりまして、北九州市環境局長の柴田太平より、一言ご挨拶申し上げます。柴田局長、よろしくお願いいたします。 皆様、こんにちは、北九州市環境局長の柴田でございます。本日はお忙しいところ、このプラスチック資源循環法のセミナー、オンラインセミナーを受講していただき、大変ありがとうございます。また、本日、講師をお引き受けいただきました、環境省リサイクル推進室の江藤様に、この場で熱く御礼申し上げますありがとうございます。 プラスチックは非常に使い勝手のいいもので、その有用性から幅広い製品に利用されておりまして、現代社会にとって不可欠な素材でありますが、一方で、海洋プラスチックごみ問題や CO2 等の温室効果ガス増加による気候変動問題への対応契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が非常に高まっているという状況であります。 プラスチックの資源循環に向けましては、事業者、消費者、国、地方公共団体など、すべての関係主体が参画して、相互に連携しながら、環境整備を進め、相乗効果を高めていくということが非常に重要だと思っております。特にあの、事業者の皆様におかれましては、この度の法律でさまざまな取り組みが定められております。皆様におかれましては、本日のセミナーを契機といたしまして、 知識を深めてていいたただだき今後の取り組みに生かしけ本市としても、え事業者の皆様にの取り組みに寄与する、まあ、環境の整備や支援などえ、積極的に行っていきたいと考えております。え結びにえ本日のセミナーが皆様にとりまして、実り多いものとなりますよう祈念いたしまして、簡単ではございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 それでは早速基調講演に参ります。本日ご講演いただきますのは、環境省環境再生資源循環局総務課リサイクル推進室室長補佐、江藤文香様です。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律についてをテーマにご講演いただきます。それでは江藤様どうぞよろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます、えー。ご紹介に預かりました環境省リサイクル推進室の江藤と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。そうしましたら早速講演の方に移らさせていただきたいと思いますので、資料の投影お願いします。はい、ありがとうございます。はい、えっとこ今日はですね、30分ほどで、えっと、法律全体の概要ということを、えー おお使っておりますので、あの内容の多い法律ですのでやや駆け足になるかと思いますが、特に今日のあのリスナーの皆様は事業者の方々ということなので、えー、事業者の関係あるところを中心にあのご説明をしたいと思います。えー、次のスライドをお願いいたします。はい、えこれが法律の全体のえスライドでして。 昨年の6月の通常国会で成立しまして、この4月1日から施行されております。背景のところは、ですねあの今ほどあの局長の様からあのご説明いただいた通り、えー、海洋プラごみ問題ですとか、気候変動問題ですとか、まあ、そういったことをえ背景としまして、もっと国内でプラスチック循環させていかなければいけないという必要性から生まれた法律です。 冒頭のところにございますが、えー、製品の設計というところで、えー、プラスチック製品がこのように生まれてくるところから、えー、使用されて、使用済みとなって、廃棄されて、廃棄物として処理されるという、プラスチックのライフサイクル全体を、えー、カバーしているというところが、あの1つ大きなテーマというふうになっております。で1つ、1のところで,です、ねえーと、基本方針の策定ということで、えー プラスチックの資源循環を促進するための総合的計画的な推進のための基本方針というものを国で定めております。でさらに個別の措置事項ということで、今申し上げた生まれてくるところという、今の上流ですね、製品が生まれてくる上流のところ設計、製造の段階から販売、提供、そして最後、排出、回収、リサイクルというような。 えー、ライイフサイクル全体を、えー、上から下ままでカバーしてていいるととううようななころになっておりますで細かいあの個別の措置の内容については、えー、このあと、えー、それぞれ詳細にご説明していきますのであのこのスライドでは説明を割愛しますがあの法律の全体像としてそういう立て付けになっているということをあの頭に置いていただいて今日の説明を聞いていただけると、えー、分かりやすいかなというふうに思います。 次のページをお願いします、えー、法律が6月にできました後にあのに、聖令告示ということであの、法律の下の解放令という言い方をするんですけれども、えー、そうしたものを決める審議会を、えー、昨年の秋に、えー、3回にわたって、えー、途中、パブリックコメントを挟んで、えー、検討をいたしました。で11月22日の、えー、合同会議で えー、政省令告示の内容についてはあの固めていたのですがそこから固内容を、えー、法令に落とすという作業を役所内で進めておりまして1月14日と19日に、えー、それぞれ政省令告示をあのお示ししたところですでなかなか法令文書だけを読んでいますと具体的に何をしたらいいのか分かりにくいというようなお声もありましたので、えー、1月と3月に、えー、それぞれ あの、かい、制度を解説した手引きというものを、えー、発表をしております。はい、次のスライドをお願いいたします。えっ、ー、と、基本方針、あの、本当はもっと長いのですが。えー、今日の、えー、講演のポイントに関係するところだけ、ちょっとかいつまんでご説明したいと思います。 えーとですね、真ん中ほどにあります、えー、と令和元年5月にもともとプラスチック資源循環戦略というものを関係省庁で策定をしておりまして、1から6まであるような、えー、マイルストーンです、ね、を、えー、設定したところになりますで。今回、プラスチック資源循環法の、えー、措,置で措置についてもあの、こうしたマイルストーンを達成するための、えー、施策という位置づけになっております。 また 3R プラスリニューアブルの原則ということで、3R はこれまで通りあり、皆さんもご存知かと思いますけれども、リデュース、リユース、リサイクルということで、その優先順位を定めたものになります。で、3R の中の優先順位は、これまでもまず削減、リデュースが一番上に来るということで、そこは変わりません。回避可能なプラスチックの使用については、しっかり削減していくと。 いうことでえー、まだなお残る必要な不可欠な使用については、えー、再生プラスチックですとか、えー、再生可能資源紙ですとかバイオマスプラスチックになりますけれどもこういうものに切り替えていくというのがこのリニューアブルの部分になりますでさらに、えー、徹底したリサイクルを実施してでリサイクルが難しい場合においては、えー、熱回収エネルギー利用を図ると。 ここの優先順位付けも、えー、定めたというのが、えー、この 3R プラスリニューアブルの原則ということになっております次のスライドをお願いします。 この法律はですね、あらゆる主体の取り組みが必要であるということで、あのみんなでプラスチックの資源循環のために協力するということも主眼に置いておりまして、それぞれ事業者、消費者、国、市町村、都道府県に実施すべきことというものも、この基本方針上、定めております。でまた、えー プラスチックの資源循環、それそのものだけではなくて、ですね、海洋環境の保全ですとか、地球温暖化の施策と調和を図っていくということで、大阪ブルーオーシャンビジョンですとか、2050年カーボンニュートラルについても、この基本方針の中で言及しているという形になります。はい、次のページ、お願いします。ここからが個別の措置事項と。 いうことで、えー、具体的に上流から順番に何をしていただきたいかということを説明したあの中身のお話になります。次のページお願いします。えー、最初は、えー、製造設計ということで、えー、プラスチック使用製品全般を対象とし、えー、関係する事業者さんはプラスチック使用製品の製造事業者さんメーカーということになります。次のページをお願いします。 プラスチックの資源循環を促進するためにはですね、一番上流のところ、一番初めのところでの設計段階での取り組みというものが不可欠になっております。で、それも踏まえまして、今回、プラスチック使用製品設計指針というものを策定し、 設計や製造事業者が取り組むべき事項や配備すべき事項というものを定めております。具体的にはそのスライドの下半分になります、1から6までの内容となっております。今日はこの構造と材料のところを少しご説明をしたいと思います。次のページをお願いします。構造のところはですね、丸8までございますが。 え原料化ですね、できるだけ使用するプラの量を減らすですとか、包装を簡素化するということですとか、あとは、えー、製品自体をあの頑丈に耐久性の高いものにすることで、あの繰り返し利用を、あの使い捨てではなく、繰り返し利用を前提とした製品に変えていただくことですとか、えー、部品の再使用などといったことを定めております。また、丸五以下の単一素材化ですとか、分解分別の用意化 がですねえー、と廃棄物の、その製品が廃棄物となった時の処理のしやすさというものに、えー、しっかり設計の段階から配慮していただくということを、えー、定めております。次のページをお願いします、はいえー。また材料のところでは、えー、プラスチック以外の素材への代替ですとか、えー、再生プラの利用ですとか、えー、バイオマスプラの利用といったことを定めております。 残りは製品のライフサイクルの評価ですとか、次のページお願いします。情報発信ですとか、関係者との連携、業界ごとのガイドラインの策定および遵守といったことがございますが、今日は説明は省略させていただこうと思います。11ページお願いします。はい、でその中ででも、ですねあのプラスチックの製品の設計の中ででも、特に優れた設計であるものとして、 国の認定を受けられるという制度も定めております。で、国の認定を受けた設計に基づいて、えー、製造された製品については、えー、認定製品ということで、えー、グリーン購入法の配慮ということで国の総選調達の対象となるというような仕組みを設けております。で、今後ですね、その各製品分野ごとにどういったものが他と 比較して特に優れているのかという認定基準を定めていきますので、その認定基準ができましたら、あの皆様、認定されを受けたい方にとっては、えー、と認定申請ができるような、えー、訴状、環境が整うということになります。はい、次のページをお願いします。 今回の対象品目は、特定したプラスチック使用製品ということで、報道などでも皆さんもお聞きになっているかもしれませんが、12品目が対象となっておりまして、対象事業者としては、この12品目を提供しているような小売サービス事業者の方々ということになります。次のページお願いします。特定プラスチックを提供している方、 についいてては使用のの合理化の取り組みをしていただ、く必要があります。で、さらに前年度の提供量が5トン以上のこのオレンジ色のところですけれども、多量提供事業者については、取り組みが著しく不十分な場合には、韓国公表命令の措置の対象となるというような、1段階強い措置の対象となります。 その特定プラスチック使用製品が何なのかというのが次のスライドになります。ありがとうございます。あの各種、えー、小売業さんですとか、飲食店ですとかあの、コンビニさんなどで提供されているような、えー、カトラリー関係ですね。と、えー、2段目が、えー、宿泊業などで提供されているようなアメニティ関係。あと、クリーニングとか医療カバーなどの、えー、ものですね。 えー、ものが、えー、今回12品目ということで、えー、対象商品というふうになっております。で、この、えー、対象商品を提供する対象業種の方が具体的に何をしなければいけないのかというのが次のページになりますけれども、えー、判断の基準というものを定めております、えー。1から8までございまして、まず目標の設定のところですが、次のページお願いします。 まず、えー、使用の合理化の目標を立てていただいて、その目標を達成するための取り組みを計画的に行うということが、えーえー、をしなければいけないということになっております。で次のページをお願いします。で目標の設定よりもですね、あのここの括弧2の方があの報道などではあの よくお耳にしているかもしれませんが、えー、例えば有料化ですとか、実体者へのポイントの還元ですとか、えー、消費者の方にいるかいらないかというのは、意思確認をしたりですとか、あるいはもうその提供するプラそのものを変えていただくと、バイオマスに変えたり、再生プランに変えたり、えー、別の代替素材に変えたりというようなことを、えー、していただく内容というのが、このカッ2の使用の合理化の取り組みということになります。 でよくです、ね、あのこれを全部しなければいけないんですかとか、えー、これ以外のことはしてはいけないんですかというお問い合わせをいただきますが、えー、と重要なのは先ほどあの申し上げた目標の設定をしてその目標に資する取り組みというのが、えー、各種あの業種業態に応じてどのような内容なのかということによってあの選んでいただければ良いですしこれ以外の取り組みでもあの構いませんのであのこれをやってないから これをやってるからますでまた、そうした取り組みをしていることの情報の提供ですとか、店内のオペレーションなども変わるかと思いますので、体制の整備なども併せてお願いをしております。次のページお願いします。で、この5678も同じく判断の基準に定められていることですけれども、今日は説明は省略させていただきます。 次のスライドお願いします。はい、ここからがえっ、ー、と一番最後の段階ですね。えっ、ー、と排出回収リサイクルの段階になります。次のページをお願いします。とここはですね。ええー、と、主体によって3つに分かれますので、えー、この排出回収の段階のまず、市町村による、えー、分別収集リサイクルのえー、話になります。次のページをお願いします。 こちらは市町村の取り組みに義務ということになりますので、簡単にだけご紹介しておこうと思います。これまでご家庭から排出されるプラスチックはです、ね、プラス製の容器包装であれば、容器包装リサイクル法に基づいて、市町村が回収し家庭から回収し、料理法の指定法人に委託するということで、リサイクルが進められてまいりました。 でここに、えー、プラ製の、えー、容器包装のみならず、プラスチックの製品ですね、についても、えー、一緒に回収できることとし、えー、それをまた指定法人に委託できたり、あるいは、えー、指定法人に委託せずとも、えー、近隣のリサイクル事業者さんと、えー、連携していただいて、最小品化計画というものを作っていただいて、それによってリサイクルすると。 いう方法も、えー、定めたというのがえっ、ー、と今回の改正あの新法での措置ということになります。で次のスライドお願いします。で次はですねえっ、ー、と容器包装リサイクル法の指定法人に、えー、委託する場合については、えー、まあ、プラスチック製品と言っても多岐にわたりますので、えー、一定の条件に合うもののみ、えー、委託可能ですと。 いうことにしておりましてそれがあの下から始まる分別収集物の基準ということになりますで、これは、えー、省例で定めているんですがなかなかこの省例だけを見ては分かりにくいということなので、えー、1月に、えー、市町村向けの手引きというものも、えー、を公表しております、えー、次のページは飛ばしていただいてで25ページまで入ったそうですねそのスライドですね でもう一つのルートとしては、えー、指定法人を介さずに、直接、再商品化事業者と、えー、計画を作っていただいて、リサイクルする方法というものを、えー、26、27、28、29まで、えー、とあと30まで,ですね、えー、スライドとしては載せておりますが、今日は説明は省略させていただこうと思います。31ページまでで飛んでください 次が、えー、同じ回収とリサイクルの話にはなるんですが、えー、市町村ではなくて、えー、製造・販売事業者による、えー、自主回収・再資源化事業ということであの今でもですね、スーパーの店頭回収なのでペットボトルや白色トレーなどを集めておられるような事業者さんいらっしゃるかと思いますが、えー、そういったものをより一層活性化させていこうという仕組みになっております。次のページをお願いします。 でえー、対象物としては、その製造・販売・提供事業者さんが、えー、自ら製造・販売・提供したプラス製品。で、えー、対象の事業者さんとしては、その製,製造・販売事業者さんということになります。次のページお願いします。これはですね、えー、とプラスチック製品を、えー、製造・販売・提供されている事業者さんが、えー、自らのその製造・販売・提供を 提供したり販売したりしたものを、えー、ご家庭から回収して、あのテント回収などあのボックスなど設置していただいたり、あのやり方はいろいろありますけれども、回収していただいて、えー、収集運搬で、また資源としてリサイクルして活用いただくという仕組みになっております。でこれはです、ね、あの今でもあのプラ法がなくてもできるのですが、 えー、この緑の点線のところはですね、あの廃棄物の処理にあの当たる可能性があの高い作業になりますので、えー、廃棄物処理法の業、えー、の許可がないと,、えー、とできないということになります。でえー、と廃,廃棄物処理法のこの業の許可が、えー、なくても、えー、国に計画の認定を受ければ、えー、この自主回収、再資源化事業というのができますよと。 いう制度にしたのが今回のプラ法のこの自主回収再資源化事業ということになります次のページをお願いいたします、えー、じゃあこの計画認定を取って、えー、自主回収リサイクルやってみようという事業者さんにおかれましては、えー、計画の作成申請をしていただいて、えー、経産大臣環境大臣から計画の認定を受けるというような仕組みになっております 次のスライドをお願いしますでここからはです、ねえっと、実際にこの自主回収再資源化事業計画を策定して認定を受けたいという方向けの細かい説明内容になりますのでここも飛ばさせていただいて39ページまで行っていただければと思います。 でこちらの認定計画、ぜひ受けてやってみたいという方につきましては、あのこのスライドにも中身は書いてありますが、あのより詳しく、えー、認定申請の手引きというものもお出ししておりますので、そちらであの計画の記載例なども書いてありますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。で39ページはです、ね、でその自主回収再資源化事業を行う場合の主な注意点ということなんですけれども、あの1つ目として、 基本的には自社,の自社で製造、販売、提供した製品ということを対象としておりますが、あの自社製品と合わせて一緒に回収、再資源化することが効率的な場合については、他社製品であっても含めていただけるということになっております。もちろん、他社製品も含むのだから、その他社さんと一緒にということで、共同申請ということも可能です。 で、丸5番のところにありますけれども、先ほど行の許可は不要だと申し上げましたけれども、えっ、ー、と、それ以外の廃棄物処理法の処理基準ですとか、えー、処理施設の設置の許可などは引き続き配送法に基づいて、えー、行っていただくことになります。はい、えー、次のページをお願いします。 ここから、ここまでは主にあの家庭から排出されるようなあのプラの廃棄物を中心としたお話をさせていただきましたが、今度は産廃の方のプラになります。でえー、とこれまでプラ,プラの廃棄物はですね、あの一般廃棄物であれば、用理法がございましたので、一定程度リサイクルが進んできているところですが、産廃プラについては、配送法に基づいて排出事業者の方には適正処理のみがえ義務としてかかっていたかと思います。 次のページお願いしますで今回はですねこのプラスチックの産廃について、排出事業者の方に、えー、排出抑制、リサイクルの取り組みをしていただくということを、えー、今回、プラ法で新たに、えー、規,制あの規定をしたということになります。次のページをお願いしますで。どういう方々がここの産廃プラの、えー、対象になるのかということなんですけれども。えー 3拝のプラを排出しているすべての排出事業者ということになりますので、あの工場や事業所、店舗、オフィスなど、あの割と多くの方が、えー、とこの規制,規制の対象になるというふうに思います。あの環境省のようなあのオフィスでプラを、えー、排出している我々も排出事業者ということになります。でその中でも、えー、年間、えー、250トン以上。 を排出している事業者さんについては、多量排出事業者ということになって、取り組みが著しく不十分な場合に、韓国公表命令という1段階強い措置の対象ということになります。はい、で、この、えー、排出事業者、もう一つ、えーとね、米の1のところにありますけれども、えー すべての事業者さんが対象だと申し上げましたけれども、えー、小規模事業者さんについては、この適用除外ということになっておりまして、えー、除外されるえ小規模事業者さんについては、そこの米の1の通りというふうになっております次のページをお願いします。 でえー、排出事業者は具体的に何をしなければいけないのかということで、こちらも判断の基準というものがございまして、1から9まで定めております。次のページをお願い,いしますで。まず実施の原則ということで、えー、冒頭、3R プラスリニューアブルの原則というふうに申し上げましたが、あのまずそれと,、えー、と同じ考え方になっておりますで。まずは排出を抑制していただくと、削減の取り組みです、ね、をしていただくと。 排、えー、出する場合には適切に分別排出して、えー、リサイクルしやすいようにしリサイクルをできるものはリサイクルを行うということになります。でえー、2つ目の,あの丸印ですけれども、ただし再資源化、リサイクルを実施することができないものであれば、えー、熱回収を行っていただくということになります。えー、とここで、えー、排出抑制再資源化等というふうに等という言葉をことばを 参拝パートでは使っているんですけれども、この等が熱回収にあたるということになります。次のページをお願いします。排出の抑制にあたって講ずる措置ということで、まあ、あの業種業態によって、ここはあの取り組みの例がかなりあの違ってくるかと思います。けれども、あの製造加工修理の過程でした。りとか流通販売の過程。 あとはあの事業活動でプラスチックを使った製品を使用するような場合についてあのそれぞれ、えー、事例として、えー、定めております。また再資源化等ですね、再資源化か、えー、熱回収になりますが、にあたって講ずる措置ということで、えー、丸2つ目の丸になりますけれども、例えば周辺地域にリサイクルできる事業者さんがいないですとか、そもそも排出する廃棄、えー、物の正常上を、 リサイクルが難しいものであるというようなことであれば、リサイクルではなくて、熱回収とで、熱回収を行う場合であっても、可能な限り効率性の高い熱回収を行っていただくということを定めております。次のページをお願いします。でまた、多量排出事業者につきましては、えー、削減、排置抑制と再資源化等に関する目標を定めて、これを達成するための取り組みを計画的に行っていただきます。 でまた、えー、計画の達成状況がどう,どうなっているかということも、えーと、インターネットや環境報告書などで報告いただくということになっています。で多量排出事業者ではない、えー、普通の排出事業者さんについては、あの目標の設定までは、えー、あの規定しておりませんが、えー、必要な情報ですねあの、排出の状況ですとか、分別の状況ですとか、えー、と をえー、提供していただくということになっております。はい、で、あとはですね、分別ルールが社内で変われば、従業員の方への教育訓練なども、えー、必要になるかと思いますし、カッコ8ですね、まずどういった廃棄物を、えー、皆さんが出されているのかということを把握、記録することから始まりますので、そうした管理体制を整えていただくと。 いうようよなことを定めておおりまますす次ページ願いしここまでは排出事業者皆さんに関わる規定の話でしたがこの6番はですね次のページをお願いします。排出事業者の中でも、えー、計画を認定して、えー、その計画のに基づく再資源化事業をするというような取り組みをやろうという方向けの、えー 内容になっておおりまますす次のページをお願いします、えー、と排出事業者、えあるいは、えー、排出事業者から複数の排出事業者から委託を受けて再資源化を行う再資源化事業者のいずれかの方については、えー、この排出,排出事業計画の、えー、認定を受けるための申請ができるということになっております。 でこれはあの自主回収計画のところで、えー、お話ししたように、この緑の点線の方々ですね、えー、計画の認定を受けると、廃棄物処理法の業務許可なしで、えー、リサイクルができる、運搬やリサイクルができるというような、えー、仕組みになっております。次のページをお願いします。こちらも同じように、えー 計画の申請をしようという方については、計画の作成申請をしていただいてえ、s i 大臣から認定を受けるというえ形になっております。次のページお願いします。で、ここ以降はえっ、ー、とこの再資源化事業計画を申請しようとする方向けの、えー、説明スライドになりますので、えー、飛ばさせていただきます。えっ、ー、と56ページまで飛んでください。 はい、ありがとうございますあこちらもあの計画の認定を受けたいという方はあのこのスライドを読んでいただいてもいいですしあの申請の手引きというのも別途お出ししておりますのでぜひそちらもご覧,ご覧いただければというふうに思います。でえっと、最終研化事業計画の方もですね、えー、っと丸2番になりますけれどもあの業の許可は不要になりますがあの施設の設置許可でしたりとか あのマニフェストの交付事務などは、えー、引き続き配送法の規定を受けることとなりますので、えー、その点はご了承いただければというふうに思います。はい、で最後にですねここまで法律のお話でございましたがえっ、ー、と環境省の今年度予算事業についても簡単にご紹介させていただきたいと思います次のスライドお願いします。はいえっ、ー、とプラスチック資源循環等推進事業費ということで、えー、次のページをお願いします。 こちらはです、ね、主に市町村が今回、プラスチック製容器包装、ね、用理プラ以外の製品プラについても回収してくださいということになりましたので、どんなところから始めたらいいのかというようなモデル事業を実施しております。これは昨年度の採択例ですが、今年度も採択件数を増やして公募したいなと思っておりますので。 えっと、まあ、皆様のお近くの市町村でも、あの、こういったモデル的な取り組みが、あの、徐々に広がっていくということになろうかと思います。で次のスライドお願いします。で次は、あの、民間の事業者様向けなんですが、えっ、ー、と、バイオプラですとか、あの、成分改正プラですとか、えー、そういうじプラに変わるような、あの、実証の、えー 事業ですね。を、えー、あのや,りやってみたいという方向けの,あの、えー、事業ですとか、次のページをお願いします。あのリサイクル設備の、えー、導入にあたっての補助事業というものをご用意しております。あの今回のプラ法で、えー、とにかく市町村も、えー、企業もプラ,プラスチックを試験として回収しましょうということをうたっている法律ですので、 しっかりと受け皿になる、えー、リサイクル事業者さんのキャパですとか、えーと、カズトですとか、そういうものもしっかり増やしていかなければいけないということで、えー、補助事業をご用意をしております。また次のページお願いします。はいえー、プラスチックスマートということで、あの、まあ、今日ご説明をあのお聞きになってお分かりになったかと思いますけれども、えー、とプラ法ではこれをやりなさいというよりも、 目標を設定していただいて、であの業種、業態に応じて、皆さんの創意工夫でプラスチックの削減、リサイクルを進めていただきたいということになっておりますので、あの同じような同業他社さんがどういった取り組みをしているのかですとか、えー、そういったことをあの事例として集めたプラットフォームを環境省でご用意をしております。あの皆様からもえと登録がでできますので あの他の、えー、企業の方の参考になるように、あ,のあと,あとそのアピールしたいという時には、あのここの、えー、プラスチックスマートというプラットフォームの、えー、活用もご検討いただければなというふうに思います。次のページお願いします。j f o r も同じですねあの。経団連さんと一緒にやらせていただいて、えーと、いろんな事例集などもお出しをしております。はい、次のページお願いします。 これが最後のスライドになりますが、あの今日お話しさせていただいたあの制度概要ですとか、あとは計画認定などの認定を受けたい方の書類ですとか、あの支援措置を受けたい方の,あの公募要領ですとか、公募期間ですとか、あとは広報ツールですね、あのここにあるキービジュアルですとか、ポスターですとか、あのフリーでダウンロードできるようにしておりますので、えー、ぜひあのこのプラスチック資源の、えー、特設サイトに、えー、行っていただければと。 というふうに思います。はい、私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。それではこれより質疑応答のお時間となります。いただいたご質問の中からお時間の許す限りご回答いただきたいと思います。えー、まずえっ、ー、と今質問が出ているものですけれども。えー 使い捨てプラスチックの使用を削減しようと考えていますが、もし取り組みができなかった場合や、取り組まない事業者には罰則などあるのでしょうかというご質問があります。お答えいただけますでしょうか。はい、ありがとうございますす、えー、今日お話しした、えー、っとスライドのですね、えー、42ページか、えーっと 14ページかの,あの、まあ、いずれのお立場になるかによるんですけども、えっと、14ページの方はあの小売業さんなどで、えっと、特定プラスチック、今日お話ししたあのカトラリですとか、アメニティですね、そういうものを提供されている方の、えっと、お話ですと、えー、罰則があるのはこの多量提供事業者の方ということになります。でこれもあの取り組みをしなかったらすぐ 直接罰があるということではなくて勧告、えー、韓国公表、命令と進んでいって命令にも従っていただけないということになると、えー、50万円以下の罰金ということになるということになっております。でもう一つの42ページのほうはです、ねえー、と誰かにプラスチックを提供する側ではなくて自分がプラスチックを排出する。 排出事業者としての規定になりますけれどもこちらも同じように多量排出事業者の方で取り組みが不十分ということであれば勧告公表命令で命令違反の後に、えー、罰則ということになります。はい、ありがとうございまます、えー、続きまして、えー、特定プラスチック の提供量などの報告はどのように行うのでしょうか？という質問が出ております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と。ですね。スライドで言うとえっ、ー、と18ページになりますが、えっ、ー、と今回特にですね。あの特定プラスチックのえっ、ー、と提供量については、えっ、ー、と国などに報告するという仕組みは設けておりません。 皆様の側で、加古さんの情報の提供ということになるんですけれども、あのど,ういうどういった取り組みをしているのかということを、あの店,店頭ですとか、インターネットですとか、あの環境報告書などであの世間に公表していただくということを、えー、考えております。あえー、っとすみません、えー、っと一件、えー、ご質問、えーですね、多量排出事業者の 取り組みが十分か不十分かの評価は、どなたがどのような形で行うのでしょうか。立ち入り等があるのでしょうか。という質問です。お願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、っと排出事業者の、えー、っと業種に応じて、その業を所管している、えー、省庁が、えー、評価を行うということになっております。 あの農水省さんでしたりあの、経産省さんでしたり、あと、まあ、環境省が行う部分もありますが、えー、と業種によって、えー、その社があの、大臣が異なるということになります。で、立ち入り検査もですね、えー、と立ち入り検査できるという規定はあの法律上ございますが、まあ、いきなりあのどこかに行ってあの何かを見せろというふうなものではなく、まずはあの取り組み状況をヒアリングする。 あの助教お聞きするというところから始まるのかなというふうに思っております。ありがとうございます。他にありませんでしょうか。もしもなければ、あの少し早いですけれども、あの。質疑応答の時間を終了させていただきたいと思います。皆様。よろしかったでしょうか。 では、はい、質問の方は以上のようになりますので、あのすみません。伊藤様、あの貴重なご講演及びあの質問に対する分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。少し早いですけれども、このまま進行を続けさせていただきます。続きましては、本市取り組み説明になります。 説明は北九州市環境局循環社会推進課長原田健次より発表させていただきますそれではよろしくお願いいたしますはい、皆さんこんにちは北九州市環境局循環社会推進課長の原田と申します短い間でございますがよろしくお願いしますそれでは私の方からはプラスチックごみ対策における本市の取り組みについてご説明をさせていただきます これまであの本市においては平成9年度にペットボトルの分別収集を開始して以来食品トレイの拠点回収などを実施してまいりましたでプラスチック製容器包装の分別収集につきましては平成18年に、えー、実施をしておりますこのように取り組みを拡大して、えー、資源ごみの原料化資源化というものを、えー 長期にわたってて実施しております平成30年6月にはあのスーー地元のスーパー様だとか地域の団体様とレジ袋の削減に向けたあの取り組みに関する協定を締結をさせていただいておりまして、まあ、国に先駆けましてレジ袋の無料配布を中止しておりますまた令和元年度には北九州市プラスチックスマート推進事業 というものを立ち上げまして、総合的なプラスチック対策を実施しております。プラスチックごみのあの収集の収集量についての資料になっております。本市では近年主なプラスチック類の収集量につきましては、容器包装プラスチックが7千トン台で推移しております。 平成18年に収集を開始した際も7300トンということでございますので、まあ、大体7000トンあたりで推移しているところでございますまたペットボトルにつきましては2500トンそれからトレイにつきましては80トン程度で推移しております容器包装プラスチックの分別協力率は近年約45%程度で推移しております 協力率の引き上げにつきましては、市民の皆様への啓発などをしっかりと行い、強化してまいりました。令和2年度は52%まで、えー、あの協力率が上がっているところでございます。こちらはあの先ほども少し触れましたけれども、えー、レジ袋の有料化に、 つきまして全国に先駆けて本市で行った内容についてでございます市内の7つの小売事業者と地元あ食品ロス及びレジ袋削減に向けた取り組みに関する協定を結びましたでこのような市内の81店舗でレジ袋の無料配布を廃止したところでございます 開始した最初のスタート時におきましても、まあ、お断り率というのが74%になって、上場のスタートになってございます。今ではあのもう法も施行されて、全国的にもレジ袋、有料化されておりますので、ある意味、今では当たり前なんですけれども、小竹としてはもう平成30年の時点から実施しているというところでございます。 次に北九州プラスチックスマート推進事業の取り組みについてございますけれども、これにつきましては、国の戦略、先ほども少し江藤様からも、えー、触れられましたけれども、戦略と歩調を合わせて自治体として、えー、何をやるべきかといったことで,です、ね、プラスチックごみ対策として、えー、スタートをしたものでございます。排出削減、リユース・リサイクル、徹底回収、率先垂範。 の4つの観点からプラスチックごみ対策を実施しておりますこちらはです、ね、まずその中の対策の一つとして、本市の方で資源化物、それからごみの収集に用いる指定袋につきまして、バイオマスプラスチックを活用してございます。 植物由来のバイオマスを原料にしたバイオマスプラスチックを使用することで焼却時の環境負荷を低減し石油由来のプラスチックの使用量を削減しております。これにより年間約460トンの二酸化炭素の削減効果があると試算しております。また本紙の方では 新規性、独自性に優れ、かつ実現性の高い環境技術の実証研究等に対しまして、その研究開発費の一部を助成することとしておりまして、そのテーマとして、プラスチック関連分野を重点分野として設け、優先的に助成する仕組みを設けております。えこちらの 資料につきましては、リサイクルのバスツアー、これはですね、あの市民の皆様、それから市民の、まあ、特に子どもさんなどによく理解していただけるような啓発の取り組みとして、リサイクルバスツアーを平成21年に開始し、プラスチック製容器包装の選別過程、それから再商品化に至るまでのプロセスを、 施設を見学いただいて理解いただくような取り組みになっております毎年小学校それから中学校の生徒様などをご案内してですね環境教育という形で実施をしておるところでございます またボランティア団体をはじめとした市民参加による大規模な海岸清掃なども実施しております令和元年度には200名以上の方にご参加いただき2トンのゴミを集めましたその多くがプラスチック製のゴミでありペットボトルプラスチック製容器などが大半を占めておりました回収したゴミはイベントの際の パネル展示などでプラスチックごみ問題ということで,です、ね、問題提起をさせていただき市民の皆様の意識の向上に資するような取り組みで活用をさせていただいております。本市では 庁舎内で発生するプラスチックごみの削減に向けまして、令和元年10月に市の職員による市役所の率先垂範という取り組みを開始しております。具体的には、庁舎内の買い物におきましてはレジ袋を断ったり、必要な場合はマイバッグの利用を進めております。また、庁舎内の食堂で、えー、例えば冷たい飲み物を飲むときにストローを使わない。 とといったことや水分補給の際にマイボトルマイカップの利用をするように努めている取り組みになっておりますまた会議などではペットボトル飲料の使用を控えたりイベントにおいては使い捨てプラの使用を見直したり分別ボックスを設置するなど適正処理の促進をしております 先ほどもご説明がありましたけれども、今回、法律の改正をおきまして、市町村においても、製品プラスチックを含めたプラスチック資源の回収が求められております。本市においては、プラスチック資源の一括回収の円滑実施に向けた検証を行うため、ご家庭から排出されるプラスチック製容器包装と製品プラスチックを合わせて解消する、 プラスチック資源一括回収の実証実験を令和4年2月1か月間地域の皆様の協力を得て小倉北区の霧ヶ丘という地区で実施をいたしましたその際のまあ要件といたしましては通常のその容器包装プラ以外に製品プラスチックとして あのまあ、金属などが含まれないプラスチックだけで構成されているような商品それから大きさがですね一辺5 0ンチ未満のものこういったものをですね容器包装プラの指定袋に一緒に入れていただくような形であとは地域の排出ステーションの方に出していただくというようなやり方をしております。写真ににもあありますようにプランターであるとか 洗面器、そういったもの、あとはまあハンガーなど、そういったものがですね、あの排出をされまして、えーまあ、この期間の排出量なんですけれども、まあ、通常の1.3倍ぐらいの重量で、えー、排出、もみあ資源として、ですね、これがですね、プラスチックが出されております。またあの、地域の皆様にアンケートを取らせていただいた結果、分別についてはですね、えー やはり、容器包装プラ製品プラということを一緒に出せるということでですね、分別については分かりやすかったといったようなお声が8割ぐらい占めておりましたまた、電池といったようなですね、あの不適物の混入もこの実証実験の際は少なくて大変まあ好評といったような内容になっております今年度令和4年度につきましては 本格的な導入に向けた準備として、市としても引き続き取り組んでいきたいなと、そのように考えております。本市としてはです、ね、この法律が施行される中で、事業者の皆様、市民の皆様と一緒になって、このプラスチックを減らすための取り組みというのをしっかりやっていきたいと考えております。引き続き続皆様と一緒に、 取り組んでいきたいと思いますのでご協力よろしくお願いしますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれではこれより質疑応答のお時間となりますいただいたご質問の中からお時間の許す限り回答していきたいと思います今、えー、ご質問をいただいております 平成30年から令和2年までのプラスチック類の収集量のデータがございましたがこちらの収集量は排出量に対して高い割合で回収できているといえる現状なのでしょうかお答えできる範囲で教えていただけますと幸いですということでご質問をいただいております。お願いいいたししますははいえー、排出量としてはあの ま,あまだまだ伸びる余地があるのかなと思っております。分別協力率ということで、だいたい45%、先ほども少しお話し,しましたけど、45%ぐらいで推移しておりまして、その分がです、ね、皆様のご協力で、あの令和3年度初めて50%を超えて52、52%になっております。ですから、かなり減ってはいるのかなと思います。 ですから今回の法の改正に合わせて、製品プラスチックということで,で、また回収できるような仕組みが整えば、もっともっと伸びるのかなと、そのように考えております事業系のプラスチック製容器包装等については、引き続き産業廃棄物のリサイクル専門業者への処理で問題ないでしょうかということ。 そうですね、あの事業系の、まあ、プラスティックにつきましては、産業廃棄物という扱いになりますので、引き続きあの事業、まあ、処理業者の皆様にです、ね、ちょっと、えー、処理をお願いして、えーまあ、処分、もしくは再資源化ということで、進めていただければと思います。ありがとうごございます他にご質問 よろししいでしょうかもし今後、ご質問等ございましたら、北九州市役所の環境局循環社会推進課までお問い合わせいただければと思いますので、今回の質疑応答につきましては、以上で終了させていただきたいと思います。 以上をもちまして、プラスチック資源循環法における事業者に求められる取り組み、事業者のためのオンラインセミナーを閉会いたします。本日は長時間にわたりお付き合いいただき誠にありがとうございました。